ラジオネーム山口県は世も末。真実を報道しているため園田の地元ではダウ9万9億にアクセスできません。ダウ9万9億お願いします。お願いします。規制がかかってる。これがおかしいことなんだっていうのが俺らが笑ってるのでバレちゃうから。北朝鮮と一緒。言わない。北朝鮮と一緒。いつか電波ジャックコメントしづら。あげましておめでとうございます。それがでも、まあ、だいぶ後に来てるんですけどね。まあ、うん、とあとまあ2人、まあ去年までで脱退ということだったんで。すいません。今年から6でね、頑張っていきたいな。それが新ネタがいける。新たにウサギが4匹。新メンバー。毎年2人ずつ減ってくんだもんね、俺らは。で、4匹ずつ増えてくる。うん、そうそうそう。マジハサ、おらんやん、ちょっと。タツがね、来年は。そうやな。タツが4匹増えますけど。ちょっと2人がね、あのちょっとだけ体調悪いということで、はい、大事を取って、大事、ただ陰性だったそうなんで、うん、ご安心をね、だし会ってないね、全くねって考えると、そうでもないんじゃない、だってヒットパレード会ってるからね、そんな経ってないよ。でもなんかさ、感覚的にあの後からさ、うん、お休みだったじゃない、うん、あーまあまあそうか、あーまあそうそう、気分的にはなんか、うん、もう今年まだ全然会ってない感じしちゃう。だから、あ、全然明けおめって言わなきゃいけないのかな。そうそう、なんか全然ヒットパレードの時一緒だったのに、うん、今日ここ来て私園田さんだけだったのに、うん、明けましておめでとうございます、ついうっかり。そう、だってあれあまりにも朝だったもんな、うん、5時6時ぐらいでさ、31日の夜延長だった。そう、その31も会ってたしね。そう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 、うん、だから全然仕事納めと仕事始めの間が持ち歩か8時間ぐらい、まあまあ全然なかったからね。そうだ、確かに。そうか、いやでもヒットパレードもね、いやいやいや、まさか、まさか出れると思ってなかったから、ほんとに笑っちゃったよ。あと家帰ってオンエア見て、こいつらヒットパレード出たけど、客観的に見てもとるよ、すごいね。たま、立ち過ぎ、たまちゃんの右上に爆笑ヒットパレードって出てた、うん、あこんなにお笑い見てない子がヒットパレード出てねえ、なっちゃうよな。タイのお正月ってどんなの？あー、でも全然こっちと変わらない感じか。あ、でもそんな、うん、タイもそういうのがあるみたいな。タイのヒットパレード、タイのヒットパレード。あ、でもテレビはマジで見てなかった。やっぱほんと紅白しか見てない。だから違法でね。違って、懐かしい。放送船放送船ミーシャがね、船乗ってましたけど、ディズニーでね。ディズニーの方言えよ。船乗りミーシャ。船乗りミーシャ。ディズニーシーの話。ミッキーに目行くのがあれ、蒸気船ミーシャ。蒸気船ミリー。ちょっとディズニーじゃない。もっとしっとり歌ってた。もっとしっとり歌ってたって。ミーシャってしっとりなの？しっとり。ボーガーンでしょ。まあね。それわかる。カヌレのしっとりさみたいなね、その。ちょっともうしっとりしすぎて、その歯痛くなるぐらい甘いじゃん。あ、ねっちょり。確かにもちっとはしてるな、ちょっと、うん、なんでねっちょりでさ、言い直された。あ、今年お前の、やだ、やば、ねっちょりから直された。あとはだからまあお休みだったもんね。うん、そうですね。ただも俺はみんなの R1 のネタを書くという謎イベ、ご謎イベ、ごそうです、ね、謎イベのせいで、あんまマジであんま休みなかった。そっか、謝っちゃったからね、うん、あ、そうだね、それ前半数だもん。俺はもう受かってるからな。そうだ、あ、お祝いしなきゃ、九国で一応12月30日俺だけ先受けまして、ね、そうだ、それの話とかもね、驚異の11人キャンセルによる。あ、そうなんだ、うん、ネタ出番、45分繰り上がり。45分か、だからみんな教えといてあげる、うん、そうなるかもしんないから、全然みんな早起きしなきゃ、早めに。多分ね、予想ね、俺さ候補日なかったじゃん、うん、あ、うん、で
候補日じゃない人があの日に詰め込まれてたのかなと思った。結構いるのかもしれない。だからか。あの日が空いてたんじゃない。ああ、なるほど。そうでなって で、あのそう気づいてない人がいる気がする。ああ、そうそうそう。ギリギリだったもん。そう、俺も。たまちゃんが気づかない。気づかなかったら、うん。2日前に気づいて慌ててネタ作って。そうね。まあ通ったからいいけどさ。まあまあ落ち着いてください。落ち着いてください。いや俺何通ったより嬉しかったよ。え？あ ABC で決勝行ってるより嬉しかった。じゃあ泣いた？いや、その唯一、ね、泣いてないけど、いや ABC も泣いてないし別に。泣いたよ。いいんだよ。いいんだよ。いや、あのなんだろう、ABC とか、うん、キングオブコントとか M1 は、うん、ゼロからのスタートなんですけど、蓮見水族館はマイナスからのスタートなので、確かにな。取り返さなきゃいけない。方南町に置いてきたはずなのに。ほら、外観にね、水族館跡地だもんね、うん、原付で原付で振り切って逃げたはずなのに練馬の方に外観から追いかけて魚の霊たちがね追いかけ追いかけ魚群がおしゃれなリーチかかってみてね。もう YouTube まで始めますから。あ、そう、言ってんの。え、だからもう今日上がるもん。あ、そうなの。1本目、うん、上がる。みやこちゃん来てくれて、楽しみ。で、いや、そうだから、で、R1 ね、うん、あのまず受付したら、うん、これこの後の人もね、知っとくと、あ、知っといた、気持ち楽になりますから。あ、ほんでもほんとそうで、これ、いや、あのね、びっくりする、うん、あ、そうなの、びっくり、あのね、終わってるか、終わってるか、あのね、まず、受付して、うん、まあ、エントリー費払うじゃん、うん、で、なんか名前とか書くじゃん、うん、で、道具何使うかとかチェックとかして、で、エレベーターで9階に上がってください、うん、はい、9階に上がったら、まあ、他のショーレースと一緒、あのテーブルあってさ、うん、コロナだからさ、等間隔で、うん、控室みたいなのあるじゃん、うん、そこで待つのかなと思ったら、うん、そこに3人ぐらい、俺含めて3人ぐらいしかいなくて、うん、で、トイレ行って戻ってきたら、うん、じゃあ移動しますって言われて、うん、でも袖行って、で番号聞かれて座らされるから、うん、まあ、多分この順番にもう出るんだなってなって、うん、前に4人しかいなくて俺、うん、え、あと5番目でもう出番、うん、で出番、ちょっと本当にないんだ時間が、本当はあと11人だから、うん、どんどん巻いて、もう意味なし9回上がり確かにからの即下がり、そうだね、バンバン、劇場は地下なんだけど、YMCA そうだよ、そうか、 YMCA、 我々も YMCA だから、あ、6日なんで、そうです、明日なんだよね、そうなんです、うん、だからこれが出てる頃には、うん、もう分かっちゃってるもんね、結果が、確かにそう、8分の8頼むよ、まあね、いいスタート切ってるからね、かっこいいよな、かっこいいよな、かっこいい、いや結構意外と厳しいからね。ね。そうね。なんか見た感じ。でも俺、いや意外と厳しいよ。あれ。そっか。歴戦をくぐり抜けて。本当に。軽々しく言ったと思われちゃうね。またそれはそれね。いや結構大変だったよ。いやちゃんと。え、この人落ちちゃったのとか全然あるからね。あるある。あるからね。でもなんか何やったのか気になるんだけどさ、こっちで聞きたくないんだよなっていう。あれ言ってない？いや、そう、俺は聞かないようにしてた。あ、そうなんだ。なんか口でこれやってやったんだよっつって。あ、めっちゃいいね。でも俺台本書いてないから。あ、そうなんだ。自分のはもう。へ、渡さなくていいから。そう。これ言ってこれってこれって言おうだけ決めて。かっこいい。かっこいいな。いや、でも時間がなかったから台本書いて覚える方が時間かかるでしょ、多分。確かに。自分だったらさ。書かない人多いと思うよ、ピン芸人の人。ああそう、うん、言ってたよ、ちょっと別になんかピン芸人の中でもタイプ分かれるって、いろんな話聞いて、あるんだ、それも、うん、急に面白いね、それ。でもこんな見れないでしょ、なかなか、そのもうこの2分ネタは、まあ、俺は R1 しか出ない、そうでしょ、ピンでライブとかは出ない、調整かけてないしね、調整ももしないかな、なんか、うん、その小賢しいだろって思っちゃう、俺が調整してもでも順々とか上がったら、順々ってあんだっけ、順か、2回戦で順、順決いったら3分になるんだよね、うん、そっか、1分、まあでもいいかな、だってもう多分1回2回しか出れても、それ滑ったところでじゃあ他のネタがないから、あ、そっか、なんかどうしようもない気もするんだよな、そうね、確かに確かに、うん、でもネタ変えようとは思ってる、なんとか2回戦で、うん、2回戦、うん、間に合えば、いや結構同じ2分2分だから、あ、そうだよね、みんなのは書かないからね、
順行くまではこれで、うん、てか落ちた人のやつやればいいしな、マジで確かに、うん、それで勝ったらどういうことってなる、そういうことでも人があるから、R1 なんて、うん、本当誰がやるかがかなり大事だからね、うん、そうそうそうだ ね, ね、全然か、全然ありだと思うよ、金ってそうか、しかばねをね、そう死に勝負か、羽織ってしたやつだけどみんなの顔がこう後ろに浮かぶ、そう、王毅の矛と一緒だ王毅将軍の矛を秦がもらうと一緒でわらべ秦にね、王毅が渡すところね、詳しい、お正月からこれ有名なシーンだな、あ、そうなんだ、これ詳しいって言われちゃうと思う、話になる、炎上です、炎上、炎上、まだ探してる、ハスミを甘やかすあ、そうね、あと昨日あ、えーと、ハスマラ、あ、出まして、うん、うん、来てくれたかな、ここ3人は来てくださいまして、はい、そっか、来ました、うん、まあまあ聞いてもらえばね、いいんですけど、そうですね、うん、まあ、あの、親が呼んで放送時間中にスタジオに来れるかみたいな、うんうん、まあ半分ドッキリみたいな感じでやらせてもらって、うんうんうん、で、4人来れて、で、園田はちょっと来れなかったんだよね、うん、何でしたっけ、ディズニーランド行った楽しかった美女と野獣がね、すごいんですよあ、もうできてんだ、美女と野獣、うん、できてる、はい、うん、楽しかった、ちょうど8時はね、ホーンテッドマンション行ってました携帯なんか見てないよな、そうだね、無理だよね部屋が伸びてたってどうなってんの、楽しいよね、あれホンテッドマンションタワーボテラだっけ、いや、伸びるのはホンテッドマンション、タワーボテラはタワーボテラもなんかさ、最初に茶番あるじゃん、なんか茶番で、茶番で人形が消える、シリキンドゥ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 ン、この先へは行ってはならない、中国はしたぞ、うわー、雰囲気いいよね、怖いんだもん、あれ普通に、うん、ちゃんと絶叫、はい、あれ超怖い、な、な、心臓一生乗らないの、一生乗らない、乗れない、小学3年生の時に乗って、あ、乗った、騙されて乗って、騙されてドゥンドゥンに、騙されて乗った、音をドゥンドゥンに、音をドゥンドゥンに、違う違う、おかんドゥンドゥン、おねおねおねんドゥンドゥンか、ね、全然騙されて、いやー、意思決めた、一生乗らない、今でも無理、絶対乗らない、もう死んでも、一番苦手ね、首が取れるから、ディズニーランドってなんか楽しい場所だと思ってたんだよね、その怖いもん一個もないと思ってた、ああ普通にああいうのもあるね、確かに確かに、でもまあなんか C はね、うんうん、なんかちょっと大人向けに作ろうっていうのあんじゃない、あ、そうなんだ、そうそう、 C の方がお酒売ってるのとかも C ですね、あ、そうやった、何度も売り始めたけど、そうそうだね、そうもうあれあれん7、8年行ってない、ええー、光見ちゃうよ、行こうよ、C に、C ね、ランドは小6から行ってない、どっちでしょうじゃん、じゃあ別に嫌いじゃないでしょ、いや全然そんな、じゃあ行かなきゃ、うん、行ったらいっぱいまたかけるものが増えるかもしれない、確かに、いやでもそのほらディズニーテレビでできないから全部厳しいから、いやでも若いとこに気づくかも、案件厳しいからさディズニーって名前を使わなきゃ、うん、ああそうか、美女と野獣もね、あの前に一応あんのよ、あの集まらされて、あ、そうなの、そうそうそう、そこがすごい、茶番、茶番っていうの、茶番っていうの、あそこなんかでもあのさ、映画見たことある、あ、あると思うよ、なんかちょっと最初怖いのよ、その野獣が住んでる館っていう扱いだから、そのアトラクションもちょっと怖いとこに入っていきますみたいなテンション、へー、でも子供ギャン泣き、うわ、従業員口とか怖すぎるってキャストがこう唸れてる、怖いよ、一番怖い、そうそうそう、楽しかった、楽しかった、いいな、うん、いやでも可能ならそっちも行きたかったですけど、C、 違う違う違う、ハンゾーモン、ハンゾーモン、ハンゾーモン、シンデレラ城からのね、ハンゾーモンね、いやー申し訳なかったですね、あとこれいつ流れるんだ、そうなると、まあだから6だから10、
13とか13中旬だ。そうかそうかそうか、うん、別に今週な出そうと思えば出せる。これ出せます。じゃあ今日もう一本取れるよね多分。うん、そのうん、そのやつ。じゃあこれ今週出しちゃおうか。うん、3本、うん、2本。え、2本取る。マジで今やる話じゃない。聞いちゃう。じゃあ2本取って、2本取って、うん、オッケーオッケー。これはじゃあ年始もう割とすぐのやつか。うん、もうだから、あさって、あさってしあさってぐらい出てんのかな。うん、2出てる。うん、うん、ということで、はい、ことで、ゆうたのドラマが終わって、あー、はい、そっか、あざむきファイトクラブも終わって、うん、そうだ、俺のオールナイトも終わって、うんうん、今日なんすよ。今日がね、ね、この後すごいよ、すごいよ。しおなさんのライブの後に。ダウ供給緊張してますよ。緊張はもうない。あのラジオって緊張ないんだよな。人いねえから。あー、そっか。滑るとかじゃないもん。顔が見えない。うん、ね。そう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 。ど、何？何？どういう？なんかね、何話そうかながぐるぐるしてて、うん、ずっとお腹いっぱいみたいな気持ちなの。気持ち悪いんだよ、だから。胃もたれして。そう。2時間、2時間 体幹どんぐらい準備していけばいいかもわかんないし。うん、まだ台本も見てないからどれぐらい喋るゾーンがあるのかもわかんないとか、うん、ただまあどうしても川村隆の名前だけは出そうと思う。それだけは。ここのこれを聞いてくれてる、これを見てくれてるみんなのためにも俺はあの事件を風化させないから。川村隆をトレンド入りさせよう。俺がしたい、俺がしたいのよ。ワードがね、何回もしてるあの人。日本1位になってる。とっくに、うん、ダークヒーローだから。去年の蓮見さんとあの1月5日のオールナイトニッポンゼロの同じ枠の去年の人知ってますか？え、あら、あらららら、知らない。いいな、あのちゃんだった。だからあのちゃんの次なんだと思って。そんなあの枠で、あの枠だけでガチガチに入れたわけじゃないだろうけど。そうなんだ。あのちゃんびっくりした。そうなんだ。同じ枠、一番すごいじゃん。嬉しいね、うん、ね、そんだけ爆売れしてるし、ね、爆売れしてるすごいなと。ゲロチュー、うん、そう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 。うわー、そうなんだ。よく調べたね、そんなの。いや、たまたま聞いてて。あ、そうなんだ。あ、言っちゃダメだ。去年？そう、去年。え、なんで言っちゃダメ？言ってること言っちゃいけない。言っていいだろ。なんかダメなの？だって YouTube で。あ、ダメすぎる。YouTube でって言わなければよかったの。まっすぐ言えばよかった。なんでそんななっちゃうの？あ、ダメだ言っちゃって言わなきゃ何にも終わらないの。そうそうそう。ベタなこいつ。違うでしょ、その誰々さんが担当してましたって、あの横に流れてくあれでしょ、うん、ね、うん、ゆっくりゆっくり。シャイニングスターでしょ、うん、担当が歴代1月5日オールナイトニッポンゴールド、あら、うん、また普段は渡辺満里奈さんの枠の正月回、うん、うん、それは見たいでしょ、のまとめを見たんだろ。あ、そうそうそう、うん、あれは見ていい、ね、で最後ガラスがバンって割れて蓮見が出てくる。いじられてるじゃん、あいつ出てこいよ一回。見てた、そう、普通に。もう喋んな、喋んな、喋んな。聞いてない、聞いてないよ、聞いてなきゃ流れ、うん、はい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 、大丈夫大丈夫。確かに、でもどうなの、お正月のムードでって感じじゃないのかな、空気感的に。なんか作家さんはすごく本当何も準備せず、へー、なんか喋ることなくなって困ってる蓮見さんでも別に大丈夫ですみたいなこと言ってくれたから、へえ、優しい、ね、困ることないでしょ、蓮見が。さすがにね、うん、毎週やってますから。確かにね、さくらさんいないのがちょっと寂しいけどね。確かにね。確かに、一人か。園田翔太オールナイトニッポン来たらやる？いや、でもやりたいな。断れ。なんで？いや、でもマジで断った方がいいと思うよ。だってさ、無理でしょ。できんの？できないかもしれないけど、うん、なんかその、でもどうなん、その
死にはしなくないっていうその芸能界で。でも二度とラジオ来ない。でもだったらもうちょっと自分が喋れることとかが分かってから出た方が絶対得すると思うよ。ああそう、でも、ね、でもそれでなんかオファー来なかったら嫌じゃない？二度と。うん。それはだって面白かったら来るだろ絶対。そういうこと？来たって時点でちょっと揺らぐんじゃない？そのあの選んでくれてるっていうことで。ああ。一個そっか。今？そうそうそう。まあそこもねいろいろ考えるだろうけど、うん、今どこの何を認めてくれてるの？俺は何番手だったんだろうっていうのが。ああちょっと。俺はそれ気になってる。ここ俺結構気になってるそれ。ああそっか。なるほど、ね。そんな悲しいこと考えなくていい。俺が断ってそういうの言ったら面白いな。そうじゃなきゃおかしいもん。いやいやそんなことはない別に。だってその番組の雰囲気が違うからさ。ああそういうことか。うん、マジでこれみんなこれマジでみんな頑張った方がいいぜ。聞いてる？マジで聞いてる、本当にこのみんなここ何にも用意してこないだろ、いつもマジでこれだよ、本当に本当これしかないよ、今俺ら俺たちが唯一やってるラジオってこれだもんな。今俺らこれしかないんだよ、その業界の人に見てもらう手段。うん、俺もうラジオ始まった、始まらあるけど、で、俺のやつとかもやっぱ、うん、あれを聞いてくれてて、そうで TBS 先だけどTBS の人もあれずっと聞いてくれてて、うん、あれ面白いって言ってくれて、すごい言ってくれる。オーディコネクト、そう、あ、そうそう、だもうみんなこれを、これかで、ハスマナはこれだからね。なるほど、うん、そうだよ、そうだよ、だから全部繋がってる、うん、やっぱそういう人は調べるもん。箱もそうだ、箱もそう、そうだ、そっか、箱はあれ見てもらって、まだ俺とサナが2人でやってる時で、あ、ハスミ君喋れるんだってきたから、そうだよで、中国で練習したんだから、ハスミが箱で喋れるよ。そうだ、そうだ、やったやった。あの辺いいよな、いい回やな、な掘り出して見てました。結構いい、こんなだから、うん、あの俺妻の前で喋ってるやつ、うんうん、そうだね、結構、うん、加藤とかもまだいい、ね、うん、久我が来てたりもする超初期だ、楽しいな、あれな、うん、だからね、あ、まあ、あんまり、まあ、出てないんだけど、まあ、別にいいんだけど、俺の個人の方で、そのに来てもらって二人でな、6本ぐらい撮ってた。10分だけ、うん、10分を6本撮って、その何にも出すものがない時に出すやつだから、もしかしたら夏まで出ない可能性もあるんだけど、ストックをいっぱい持っとくからね。確かに10分いいですね。そうそう、ね、いいな。ダウ9万900。900? 俺らの96だったのにな。確かに。そうそう、これが俺の記憶になる。取られちゃった。確かに取られちゃった。俺の記憶だったのに。でも人数多い方が数字多いの方がやっぱね。そうね。分かりやすいから。2人だったら900。俺も最初の挨拶決め打ちで、いつ出るか分かんないから、ハッピーハロウィーンって始まったらしい。季節の節目に出るね、それ別に。でももうなんか寒くなってきましたねとか、一周回って一年後の冬のことが言ってたら。でも別にその第何話とか続いてないから、うん、会うやつを出せばいいですから。あ、この挨拶だとこれ使おうってできる。ハロウィンの時期でもハッピーハロウィンってあんま言わないだからね、向こうの人じゃないの、うん、季節っぽい話だけはしょってな、はしょ、あー、うん、なるほど、へー、楽しかった。それもいずれ出ないかもしれない確かにね、うん、この1年とも限らんしね、まあ、そうだよ、分かんないてか出てたらまずいしね、そのストックないから出してるわけでしょ。そう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 、うん、でもやっぱ本稽古中とか出せないじゃん多分。まあ、そうか、そう、うん、そういう時に助かる、ね、執筆期間中とかは書きだめ、取りだめしといたやつ出さないといけないから。そうそうそう、結構違います、個人チャンネルは、うん、こと。いや、まあここは俺もう出させてもらってるだけだからさ、その企画出さない、ね、まあこれ回せばいいぐらいでしょ、俺。だから自分がやりたい企画とかは全部あっちでやれるから。そうだね、それ楽しいね、うんうんうん、やっぱ作ってる感じがすごいある。こっちはもう出てるだけだからさ。あー、 YouTube を何やりたいのか気になるね。ね、でもこれ聞いちゃったらもうだってできない。あ、そうだ、 だから長谷さんがやりたそうな企画こっちで潰そう。なんかリアマンの YouTube にしてます。ハッピーハロウィンが出てきた。川村市長呼ぼ。こっち側ね。いいんですか。あそこから。大変呼びます。大変呼び。これでしょ。手もね、手も。手も隠してくれ。危ない、今やるやりそう。左手をあれにして、右手で。上回りすぎる。
剣と盾僕の2022年です違うか金メダルは2021か、ね、お前が言い過ぎだって2020が中心だって強いことだから、うん、すごいね2年前だまだ忘れる今年は何やってくれるか、うん、楽しみ確かに、うん、なんかなんだろうななんかあるかな今年はイベントでもスポーツ大きいのはないか あと冬季ある WBC おっありますねバスケットボールクラシック違いますベースボールベースボールあ、こっちか確かに新年早々ふぅ嫌だスポーツメイクとかしちゃったね話題になってるじゃないでもちょっとさあ、ね、こっちダウの方、うんはい、今年ちゃんと10万人行きましょうねいや行きたい目標一択のなんかさ、これも曜日定まってないのとか俺すごい嫌なんだよあと、うん、毎週何曜日一応カオキンの予定なんですかねなんか会話あだからみんなのスケジュール的にそこをここが把握してないのも変だしね、うん、もっと7でがっつりやんなさいよカオキン決める時言ったじゃん俺もうこれはみんなで企画出してやってねって言って、うん、企画出てる今あんま出てないでしょほらあれサボらないの毎週出すのちゃんと毎週出して、うん、でもう来週出る分なくないですかみたいなことを全誰かが言えば絶対撮影日撮るんだから、うん、それやってないと切れちゃうよストックごめんねごめんねごめんねだいぶ任せちゃったなスタッフさんにそう、うん、自分らがやんないとバイト辞めたんだろ その分の時間は空くはずなんだから、うんてかもう寝なきゃいいんだから別に寝なきゃ時間なんか空くんだから10万人いったら銀の盾そうだから10で銀がもらえるのか、うん、今年中に銀の盾もらおうよちゃんと1年間でそれ出したいね、うん、ああ今年のね年ああいいじゃん5年間でサプライズではないだろ数字出てるんだからいけるいける多分こっからの伸び方は急に1万増えるとか、うん、そういうこともあるだろうから何かに出たりとか ね, そ, うね、うん、その時に面白いのがまたあるとねそう直近はアントウォッチマンがやっぱでかかったそう3000人ぐらいバンって増えたのかなうーんあーなるほどでヒットパー正月もねじわ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 増えてまあ今日とかねそれこそラジオ俺やるしゆうたドラマ出るし、うん、俺バラエティーもう一個出てるし、うん、とかでちょっと増えるかもなと思ったから急にコント上げ出したの俺うんうん、あーなるほど、ね、そうそうそう上がりましたよそうそうあのね、まあこれいいんですけどなんかこれも上げてほしいですみたいなコメント見ると途端に上げる気失せちゃうんでやめた方がいいっすよやっぱね言うことを聞いてるって思われたくないんじゃなくて思われちゃダメじゃんこれってなんかそうですねこれは自分の意見通らなかったんだけどって人が生まれちゃうじゃん、うんそううん、誰の意見も通ってないのにだからあれ出されたらあの上げる予定だったらコントとかあったんですけど やめてますからね僕ほんと気をつけた方がいいですからありますからねコメントとか嬉しいけどねリクエストしてくれるのありがたいけどでもしちゃうと出ないよっていう、うん、まあまあ上げるもんじゃないしそう、うん、やっぱそれは他いろんなね応援してくれる人の兼ね合いもあるから、うんうん、なかなかねそうねあとねそのもう収録でやってるネタとかもあるしそうなの、ねうん、その後に出るとかさあるじゃんかそういうのもあるからあの温かく見守ってもらえたら兼ね合いでコメントがねありがたいからいろいろ言ってくれるはい嬉しいありがとうね本当いつもありがとう高評価高評価でもあのやっぱ TikTok にね俺流したい名シーンもおおいいじゃん TikTok だからやんなってショートだからその TikTok 向きの企画を出したりしつつ、うんうんうん、例えばギネスダウギネス TikTok なのそれ TikTok にちょこちょこ上げてくるだから1分間でみたいなギネスでしょそのあそうそうねパンツ何枚履けるあるねギネスめっちゃあるもんね種類確かにでも判定員呼ぶってことそう本家のあだから最終的には本当やるちゃんと判定員呼ばずにそのやると、まあ、ギネスには乗らないけどこう自分たちの中の暫定になっちゃうからねそうなんかあと TikTok ってやっぱ無限に流れるから、うん、だからなんかおいギネスやってる人よく見るなってギネスの人たちそう TikTok でギネスあんま見ないから
確かに。なんかおのずとなっていくかなっていう。まあちゃんと話題になればだけどね、おすすめに表示されなきゃいけない。ギネスで TikTok 界に行きたい。この人たちもっとギネスやってなってなったら覚えてもらう。あれやんなよみんなで、あの遠くからさ、Wii にディスク投げてさ、あとかね、外人がやってるやつね、フライパン7個ぐらい置いてさ、ピンポン7ポン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 、あーあれした、外国のね、スパが、あんな生配信でずっとやってたらいいじゃん、あれ見ちゃう、あれ見ちゃう、いや、わかるわかる、あれハイランドで止まる時あるよな、え、ああハイランド、そう、わかる、あれムカつくよな、あ、最後まで見たのに、そう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 、一周してたんかいってね、そうそうそう、あれこの軌道さっき、そうそうそう、この軌道さっき見たぜ、ずっと続いちゃうかも、見てるな、あれしたいかもな、あるね、いや、どんどんやんなよ、せっかくあんだから YouTube だってね、今自分で始めたから、まあでも500人ぐらい登録してくれたんだけど、まだ動画出てないのに、3万5000人いるんだよ、なんかやったら響くって、うん、なんかショーツもね、ショーツね、うん、2個しか今まで出てないよ、だ編集覚えなさいよ自分らで、そしたらいくらでもできるんだよ、うん、もう何あげたっていいっすよ、あのショーツに何あげてもいい、ショーツ別に本編に何あげてもいい、うんうんうん、ただあのクオリティだけ落とさなければ、そうね、うん、じゃあ個人でやって出していいのか、そのいやだ、あんたらはまずあっちがんここ頑張んなさいよ、個人でやっててどういうこと、そのダウンに出す、チューソンに出す、なんとか誰の企画で、うん、自分で出す、だからちょっとだけルール決めた方がいいかもね、統一感なさすぎちゃうから、あだから何人以上は絶対出てるとか、あそういうことか、一、うん、人だと思う、私が考えた企画を出すだけ、それは今までやってるはずなんだよ、やってる、全部編集もやって、うん、クスナが、そう、それはすごいいいことだと思う、やっぱ自分で考えたものが最後まで自分が作って出るっていうのが本当は一番いいはずだから、いいの、プロデュース動画ね、プロデュース、そう、そういう、それでもいいつもやらないだろ、それそれならできるみたいに言うなよ、難しいよ、したいの、クスナプロデュース動画、いや、なんか考えちゃった、ほら全員これなんだもん、それをやるから、今からでも前ほらチャーハンをね、可愛い子を見つけたいという企画は昔出したの、やったね、チャーハン、ああもうやだ、あんなおもろいじゃん、やんなよ、あれは芸人雑誌のおすすめ動画急に乗りました、面白いもん、実績がある、そう、ハスミさんがレナが一生懸命ボケてるのに誰も拾ってあげない、かわいそすぎ、かわいそう、吉原がかわいそすぎ動画、ちゃんとまだ仲良くない頃、ね、まだそう、そんなになんかそんなにね、その4人がズブズブでもないから、なんかよそよそし、吉原が大きい声出したらみんな今日が怖いところを探してるよ、ね、ちゃんとね、そう、ギュッとしてボケ、ボケを可愛いで全部埋め尽くして、サムネも怖いし、みんな一人、全員一人、一人ずつ、いや、あれはそれはくっちゃんの差し掛けプロデューサーくっちゃんのプロデュースだとやっぱサムネが怖くなる、楽しそうなとこにするよ、だから誰が企画したかを最初につけたらいいんだよ、くっちゃんの企画カッコで、ああ、あの太カッコみたいな、大カッコだっけ、うん、あれある、うん、あれで靴なんなら靴な、そのならそのだ、うん、で、あ、この人の企画面白いなってなるから、で、つまんない人の明らかに再生数下がるから、うん、したら必死こくようになるし、なるほどね、やっぱ競争しないと伸びないですから、絶対、うんうんうん、ダウダービー一年通してね、ダウダービー一年通して企画は結構見てくれるからな、やっぱでもまだまだコントの方が見られてますよ、まあ、確かに、何がね、全然何に引き換わるの、ラジオよりね、そうそうそう、あ、そうだね、確かにそれはそうだね長さとかも分かんないしな、結局何分がいいのか、あ、うん、確かに、うん、3、40分ある動画とか見ます？ YouTube でこれ結構見る、俺むしろ長いの選んで見てる、あ、そうだね、めんどくせえから帰る、ある程度以上人気が出てる人は、うん、そうか、それでいい、もう30分以上やってるからね、うん、30分だらだらやりたさもあるしな、見てくれるなら飽きちゃうんですよ、で違う動画見ちゃう、あ、本当、まあ、でもそういう人多いよね、どっち派だ、でもさ、A マッソさんのだったら見るでしょ、見るかでも普通にそっか、見る、それは見るね、うん、結局だから人気さえありゃ長くたっていいんだろうな、うん、好きなものはね、うん、そうだね、10時半
ちょい。いやすごい。でもね、だから本当にちゃんと10万いこう今年。うん、だからやっぱそうね。あとあと。遊びのチャンネルに抜かす。抜くよ、本当に抜くよ、俺。めっちゃちゃんとやるからな、うち。あと6万5千人、こっちだと。そうだよ。うん、そうですね。6万5千人ってすごいね。そうだね。6万5千人キャパ。でも3万、今3万5千人増やすより簡単だと思うけどね。あゼロから3万5000の方が難しかったと思うよ。そっかそっか。そう、この数になるまで。よくその半分は登録しないって言うしね、見てる人。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。そうそうそう。でも俺もチャンネル登録の文化ないもん。へえ、うん、誰してます、チャンネル登録。誰もしてないの。アカウント作ってないみたいな。しかも俺ダウンで見てるから、あれで登録しちゃうと、ああ、やばい。そっか。あんま良くないのかなと思って。じゃあ登録できないです。一時期なんかダウの履歴がなんかちょっとエッチな動画だらけだった。あ。俺でもファンザやめてるしな。今はね。それ俺も思ったでも。いやあれ違う。だからこれ多分言わない方がいいと思う。そっか。あのほら前のさ。いや、わかんない、か誰かね、全然俺かもしれないしね。あ、怖っ、怖っ、怖っ、俺かもしれない。今、キモかった、この腕の腕、全然俺かもしれない。俺、ポケモンしか見ないの、YouTube。モコとライバルしか見てないから、俺。無邪気。おすすめ出ちゃうしな。いや、そうなんだよね、みんなでも。うん、チャンネル、誰チャンネル登録してるか知りたいの、確かに。みんな。みんな。私いっぱいいっぱいある、私も。うん、俺もヒカキンさんは絶対してるよ。いっぱいあったら意味なくなっちゃわない？ね。まあでも、まあ、とんでもないのあるからね。10ぐらいじゃない？そう、あ、それぐらいだったら全然。うん。違う。例えば誰なんだよ。教えたくらいの、え、教えたくらいの、これだって。ヒカキンさんだけ浮いたぞ。東海オンエアさんだけ、あと小田切ヒロ、ユーチューブ、ビオちゃん、あんたたちの人で、あさぎんにょさん、あさぎんにょさん、十で絶対に出たら見るのはこの3つ。なるほど。そうなんだ。カスコンネは。あなたね、今回ちょカスコンネですね。今日同じカスコンネね。これ登録しようかな、しないよ、初めて出したなら。俺どうやって登録するかあんま分かってない。地図マークみたいな。まんま帰ってあるの、チャンネル登録。あ、押すだけ。あ、そうなんだ。自分、あ、だから俺それこそ自分の YouTube、あ、でもそれも出ちゃうのか。非表示にできる。できるんじゃない。まあ別に非表示しなくてもいいんだけど、個人だったらね、別に。うんうん。あ、じゃあ塩、レインマンズとか。ああ。カスコンネートリー。マンズとリンドバーグ。仲間いい。リンドバーグの全部見てる。あ、まあ確か芸人さんのチャンネルとかね。あ、それこそね、高野さんとかは全部。うん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 。シャレコメカナメストーンですね。ああ、そっか、あれの面白いですね、あれ。最高。それこそグンピーさんのね、チャンネル。あ、バキュアチャンネル。メイクもめっちゃ見てる。そっか、ユメは結構芸人さんのやつ見てるイメージ。ユメさん、ユナミさん好き、めっちゃ好き。そうだ、ミナミさんの。そうそうそう、YouTube 好きよね。ね、全然、私はもう、まあダウキも一応登録ちゃんとしてて、あともう一個がまあ源氏くんだけ。2個だけ。なんか登録をやっぱするっていう。登録をね、それだけにしといてってことで。そうそう、ない。でも、YouTube チャンネルはいろいろその芸人さんとかもちょっとずつ見るようになってる。VTuber とか。VTuber もだから源氏くんから飛んで見る。ああ、スタートがもうそこなんだ。登録までのハードルって意外と高いよね。なんか、そうなんだ。全部見てるの、なんかざっくり YouTube とファーストテイクぐらいしかないよ。ああ、全部見てるんですか。多分全部見てると思う。登録してないけど、あれはやっぱ見ちゃうしな。まあでも流れてくるファースト。いやね、そうだよね。じゃあインパクトのファーストテイクとか見ました？あ、見てる。分かんないけど、一応見てるよ、全部。あ、でもバーって流し見だけど、その辺は。ラッパーを俺も詳しくないから、ああの辺も分かんないし。でもやっぱフラワーカンパニーズとか来るからね、まだまだ。うーん、興奮しちゃうから。結構いいっすね。あ、そう。ノーバディーノーズもみんなで見たよな。あ、見た。めっちゃ怒られた。見たね、最初謎はアカペラ。そう、めっちゃ怖いからね。いや、かっこいいな。曲のステーキの部分全部そのまずは何もかけずお召し上がりくださいでドンって出されて、てて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 、今のいる？
そうだったな。チャレンジがね、結構聞いてる。さゆりは見たことある？ある。あ、あるよ、あるよ。あの、座ってる。もうさ、一曲全部分の息最初に吸ってない。なんかガキ使いにそういう企画あるよな。一息で、あの、昔話読み切るみたいな。さゆりの話、びっくりすんだよな。息吸う音も入れる人だからね、さゆりさん。確かに確かに、うん、そう、そうだよな、それはもうそういうパフォーマンスでしょ。予想以上でびっくりした。私、意外と登録してたわ。東京ダイナマイト公式チャンネル。あー、そう、最高。好きだもんね。なんか、ネットフリックスジャパンも登録してた。何が流れてる、ね、予告か。予告など。あー、スターナイト。ヒカキンさんも。あー、ママタルトさんもね。ジョー・リキイチ、おう、リキイチューバー、加賀谷さん、あ、ブリアナ・ギガンテね、あ、うん、ブリアナ・ギガンテも、カズレーザーさん、ヒマンキッチン、あ、ビューコクチャンネルね、あ、ビューティーコクさんのチャンネル登録よろしくお願いします。全部見てる、俺も。あんちゃん、うん、ぜひ。芸人さんが多い、多いね、名前多かったね。もともとウォークインクローゼットだったんだろうなってところでずっと撮ってる。へ、そうなんだ。見てんじゃん、めっちゃ見てる。いや、最高だから。登録は、え、してない、してない、しろってそれは文化がないのよ。確かにこんなやついっぱいいると思うけどね。文化がないこと知らんか。文化がないとね、でも確かに一回 YouTube 見たら登録するかも、私。あ、ほんと、割とすごい、すごいね。一番多いと思う。マジで、ありがとう。そういう人たちのおかげで、そのそ、ね、盾とかが回ってるわけだよ。掃除するんだよね。チャンネルを掃除する。怖っ、怖い。お掃除する。怖ないな、これ。チャンネル掃除高級なのされるかもしれない。やめて。いや、でも、される可能性ある。私が萌子さんに。蓮見水族館。蓮見水族館を登録してね、蓮見水族館。昨日した、今日した。あ、ほんと、ありがとう。さっきした。え、何だったの、何だったって誰登録したの。怖っ。何だったって、何だったって。かわいそう、萌子。でも、フワちゃんはもちろんその。あ、そうじゃん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 。毎日ショートを上げてくれるから。そう、もう YouTube 流すものがなんかあんま今忙しくて編集とかできないから。過去の動画をもうショートとかインストールとか。ホモサピは、ホモサピ、あのドブのエビ食う人。ドブのエビ、え、知らない。あ、めっちゃ言う。あの、なんかさ、あの、汚ねえとこにいるさ、魚とか料理して食べる人。うわ、なんかでも聞いたことない。え、ホモサピめすごい知ってる？すごい。そう、え、でもめっちゃちゃんと美味しく料理するの。セミとか。料理。すごい、129万人。そう、めっちゃ人気ある。あの乱暴にやる人？違う違う違う。そんな人いっぱいいるよ。アル中からから？アル中からから。アル中からからだっけ？なんかいたよな。乱暴にやる人もいるけど。あれ流行ってるんだって思ったよな。ホモサピめっちゃ見てる俺。多分全部、そんなにいっぱい動画数ない。ホモサピ初めて聞いた。あ、本当？知らんかった。すごい有名な人だと思ってた。あ、そう。俺があの大学生の時におすすめしたあの三成さんは。大学生の時におすすめした三成。何それ？大学生の時って喋ったことあったっけ？あったよ。一番あっただろう。ビジパだから。ビジパ。だっておじさんなんだけど、うん、多分その日の買い物とかしに行って何十円引きコーナー見て、うん、グミとか買ってそれを一人で紹介してる人。めっちゃいい。さ、流れてる。怖い話、怖い話がついてるガムとかあるじゃん。あれとかガム食べて。え、人気あんの？人気はね、なんかね、でもね、カルト的な人気がね、ほんのちょっとだけ。3万人ぐらいじゃん。あ、いや、ね、6万人ぐらいいるんじゃない。わ、俺ほら負けてるよ。でも10年前ぐらいからやってる。それを、はぁ、それをずっと。なるほどね、すごいね。一貫性がある。うん、確かにな。もう一回その、死んだかと思いましたコメントが一番上にある。なるほどね。それがあれなんだね。いいね、みんなのチャンネルと。いや、聞きたいね、みんな。確かにね、してる人。りょうやのとか気になるけど。いやー、確かに。でも結構舞台に芸人さんといっぱい見てるよね。そうか、あいつはね。そうね、暇なんだろうな、家にずっといるから、あいつ。そうか、ゲームしながら趣味もないし。ダウダービーにも
コズ。あいつはポケモンセンターにいたらしいよ。ポケモンセンターにいたからいいやって思って。じゃあポケモンセンターにいたいよな、そりゃ。せっかく行ったらな。駅から遠いから、ポケモンセンター。どこもね。どこも遠いな。サンシャインの中から長いから、ね、池袋のポケモンセンター。奥にあるから。やだ。この時間にそこにいたの。確かにな。ね、夜に行くの、ポケモンセンター。ポケモン始めたよ。そうだ、あー言ってたあれなのがやりなっていうか、嬉しい、戦おうぜ、うん、そうね、もうでもヨーギラス捕まえたから終わり、ここで終わり、違うよ、ヨーギラス捕まえ、まあ、ランゲラスにしようぜ、ゴール、ヨーギラスと一緒に世界目指せばいいじゃん、世界、うん、世界を目指すでも進化の奇跡持たせりゃ硬くなるからな、そう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 、多少はできるんじゃない2週間前に持たせた、うん、HB ぶっぱで本当に世界目指す2週間前にね、最初のさ、その御三家っていうの、あのニャオハラとかいるじゃん、うん、あれ選ぶの20分ぐらいかかったもう分かってるだろう、20分ぐらいかかったあれ、いや俺は絶対クワッスにしようと思ってたのにニャオハラにしちゃった、うん、なんでなんで、可愛すぎて可愛すぎて、可愛かったニャオハ、可愛いよ、可愛いでしょ、クワスか、クワス、ニャオハ、ホゲータ、え、ホゲータでしたね、ホゲータだよ、え、リョウヤもホゲータ、うん、リョウヤもホゲータ、ニャオハ、ニャオハ、ユータが、ニャオハ、やばい、ニャオハ、真っ赤だ、だから私とクツナがクワスとかホゲータにしなきゃいけない、なんで、ブルさん、いいよ、ダメでブルさん、そんなことだったらほとんどスカーレットだから、そっか、バイオレット、ユータだけでバイオレット、バイオレット。みんな交換しないと買うから、ちょっと歩かせんの酷だよな、最初だるいな、あれ、あ、そっちついてこれんくなるやつ、そう、みんな好きになっちゃうじゃん、あんなことされたあー、ホゲータがあれでしょ、燃やすよねなんか早く走れろよって思って遅えよ、移動がよって思いながらそっちだったんだ、移動が遅えだろうよ、あれでしたら諦めてポケモン顔で選んでるあー、初めさ、ポケモン顔で選んでるから、あのアバターめっちゃ可愛い俺めちゃくちゃ可愛い女の子でした、そうなんだ、見せたい、やばい、ダウの男4人が全員女でやってる、え、そういうもんじゃないの、まあそれはそういうもん、これは園田に教わったけどね、もうそういうもんだよ、園田さん、流派だ、名前何でやってるんですか、俺、うん、マリン、パチンコ屋で始めた、違う、マリンチャンス、違うよ、マリンチャンス、好きな VTuber の名前、あ、結構、あ、じゃもう全然違うんじゃない、俺ハスン、ハスン、ちょっと似てんな、マリン、マリン、俺は自分の名前から取ってる、お前可愛い女の子にハスンってつけてるんだ、じゃあその名前先だっけ、あれ、ああそうかな、どっちだっけ、うん、その頃には女の子でやるつもりなんかなかった、多分、うん、そっか、あーなるほど、てか俺ゲーム全部なんであれハスンでやってるから、あーハスンだ、そこも何にも考えてない、あーそう、そうそうそう、あーたぶんなんかポケモンにニックネームってあれつけるもんなんですか、いやもうめんどくさいからつけてないんだよな、手持ちのなんか一番のやつとかにはつける、最初の子だけつけてる、あ、それ俺でも全部つけてる、俺サマーフィルムに乗ってを見た直後にソード始めたから、うん、裸足とビート板だったエースバーン、エースバーン裸足だった、裸足でサッカーキャラだから、なんかな変な色なんですよ、いいね、いっぱいだから決めるものが多いんだね、ポケモンは名前まで、いやだからあれもうめんどくさいから、めんどくさくなっちゃう、全部に名前つけようって思ったら、うん、それしょっぱな始めちゃったらもうやっぱさ、無理だけど受けたくなっちゃうからさ、ああ、うん、だからそのたび時間かかっちゃうから、もう何にも名前つけないようにして、なるほどね、俺その舞台となった土地の歴史から調べる神話とか、すごい、すごい、歴史熱心な、つもう消臭パフパフみたいになっちゃった香るわって通ると香る、香る、香るが通るとありがとうな、いい匂いにしてくれてそうなの、ポケモンでも楽しいですね、いや今回の面白いわ、うん、うん、てか俺は全部楽しんでやるけど、ゲームはあんまりみんなが批判してるのがよく分からずやってること多い、別に面白いけどな、ただ続かない、
飽きちゃう。ゼルダとかね。ゼルダ3時間で見ちゃった。敵が怖いんだもん。大丈夫、まだ裸じゃない。あーでもちょっとわかるわ。まだ裸じゃないの、お前のリンク。いっぱい服着てる。面白いよね。ゼルダもリンク面白いって言うくない？いや言うけど、うん、なんなんだろう、なんでできないんだろう。リアルなの、なんか怖いんだよ。なんで洞窟の暗いとこから急に敵に襲われるの。いやちょっと怖いけど、まあ、びっくりするのは多いか。ああいう剣持って戦う系。そう怖い。私ピクミンもギリちょっと、いや、わからわからマジ。俺カエル嫌いだから。いやいや、ピクミンきつい。怖すぎ。ピクミン怖すぎ。死ぬとちゃんと幽霊になる。そうそう、マジきつい。ピクミンのめっちゃ死ぬ感じとかも間違えて水に入れてさ、そう溺れてね。青ポケモンじゃないわ、青ピクミンが全員死ぬ感じ。やめて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 、そんな死なないって。聞いてもやりたい。ちょっとやめて。こう言ってるだろ、敵にも。投げてる。え？最後の。最後の一匹が死んだ。死んだピクミン。死んだピクミンがこう。ここに。いい匂いのピクミンだね。玄関で死んでるピクミンが。悲しいな。悲しいよ。悲しい。楽しいスイッチがずっと楽しくて。よかったよかった。もらったんだもんね。そう、スイッチ。普通1本目にポケモン買うけど。太鼓の達人がやっぱおかしい。人からスイッチもらってる。面白いね、あれもね。次スマブラ買いましたから。全然ポケモン買ってくれない。いるけど一応ポケモン。買えよ。買えよポケモン。ポケモン。めんどくせえな。次何買うの？え、スマブラ。かよ、ポケモン。スマブラの次聞いたんだよ、今。あ、そういうこと？かわいそうに。同じことやらせる。太鼓の達人、スマブラは、マリオパーティーかな。かよ、ポケモン。ポケバカ。なんだよ。何やってんだよ。みんなでできるやつばっか買うな。いや、やりたいでしょ。パーティーの主役になろうとしてる。もうみんな持ってんのに。もうみんな持ってる。やつばっかり言ってたな。もう姉ちゃんがもう今、うん、マリオパーティーに大ハマりしちゃって、見たストーリー。実家帰って、あのなんか姉ちゃんの彼氏さん、うん、一緒に家来て、うん、あのその一緒にね、今一緒に住んでんのかな、うん、姉ちゃんと。黒人？え？黒人？違うよ。あ、黒人。どういう黒人の彼氏いなかったっけ？情報。そんなの一回もないよ。あれどの女の話してんのよ。あやばい、ちょっとやばいね、これ。あどの女の話してんのよ。はい、逮捕逮捕逮捕。誰の話してんの。浮気、浮気してるね、その座。黒人の彼氏ね。その座が浮気。構造むずいって。昔黒人の彼氏がいた女と浮気してます、ね。うん、なるほど、いろいろ間違えちゃった、ここに。全部出た、今。全部間違えちゃったよ。やだやだ、黒人で人生終わんの、やだ俺。違うか、なんかエピソードあった気がして。違ったか。何にもない。ないか。うん。あれじゃ、小平の塗装業の男と付き合ってたってことでしょ。ああ、それは聞いたことある。小平の効果でしたね。そんなバカじゃない。小平の塗装業と付き合ってるってラジオで言ったら、付き合ってねえよって言われて、もう別れたわ。今は東村山の現場監督と付き合ってるって言われて、それも別れて、で、今。ああ。普通、まああんま言わないから、まあ、普通なんか結構すっごいいい人、うん、素敵だね。すっごいなんか怒ったことないの、姉ちゃんに。へえ。そんな人この世にいないのに。姉ちゃんに怒ったことない人なんて。12月24、うん、クリスマスに、スイッチを買ったのかな、はあはあ、自分らで買って、でマリオパーティーを買って、あらマリオパーティーみんなでちょっとやったことあるかな。ほら歴代のマリオパーティーの名作ミニゲームができるってやつなのよ。で、うちは64をずっと家族4人でやってたから、で、ゲームキューブもやってたから1、2、3と4だけ持ってなくて5、6がうちにずっとあって、その時のマリオパーティーのミニゲーム全部覚えてるから、姉ちゃんもそれドハマりしちゃったらしくて、なんかで彼氏本当にいい人だから、多分なんだけど24から毎日やらされてる感じあって、うわかわいい、ドハマりしてんな。そんなには面白くないじゃん。マリオパーティーって。そうか。すごいよ。なんかもう姉ちゃんがずっとマリオパーティーやりたがるから、一回プリン食べようってなって。母親が。何その最悪。プリンあるから。一回プリン食べようってプリンバーって食べて、姉ちゃんがマリオパーティーしようって。インターバルにならない。
でもじゃあもうマリオカートあー、うんうん、マリオカートにしようっつって、うん、いいよっつって、うん、でちっちゃい時やっぱ俺が一番下手だったんだけど、うんうんうん、もう今俺が一番うまいのよ、うん、姉ちゃんも悔しがっちゃって、何こいつみたいな、うん、全然勝てないんだけど、うん、マリオパーティーしようって負けだ負けだ負けだよかった戻ってきちゃう、悔しかったそれは、ほんとやめたいからマリオパーティーでボコボコにして終わったちょっとまだ今やってるかな今も多分こうしてる今も姉ちゃんマリオパーティーをやってる、そんな楽しい彼氏さんがね横でずっと姉ちゃんのことや一緒にやってあげてんだけどね、うん、ちょいちょいねいやーこ目疲れたなこれあーかわいい優しいあこれもう目まあ目あの目チカチカしちゃうよ見させてあげて始まるよすごいおいすごいなやめたいって言ってるんだぜこれってな、うん、そうや弟は太ももがけたそんな正月でした、いいですね、家族で正月、そう正月のお話していいの1本目ここまで、うん、おしまいまだもうすぐ次撮るからよし、うん、まだ正月の話してるわとなるけど、まあ、全然じゃあ嘘を口そのだはいちょっとすまんはすみオスマンハスミ？オスマンハスミ。オスマン帝国みたいに。スマンハスミ。なんだ？ハスミのちょっと関連グッズを企画してた。おい勝手に出すなよお前。スマン。へー。お正月ということで。うん。ハスミにちなんだおせちを。いや俺あんま食べないけどなおせち。おせちを。本当？勝手にプロデュースしたこと？ごめん。頼んだじゃん。言わ言っといてよ。おせち、うん、あんまりいっぱい入ってたら嫌かなと思ってまあ食うもんないからなあれ、うん、申し訳ない今回は一品、うん、えっおせちに一品びっしりってこと、うん、あ一個入ってます一品が一個何段のおせちに二段二重のおせちにあだから一段目と二段目に一品ずつ入ってます、うんはい、ああなるほどあの一段目、うん、開けたら、うんかじりかけの金メダル入れさせてもらってます、うん、あら、うん、2段目怖いぞ頼むぞ2段目2段目封筒にね2段目頼むぞ手紙を入れてまして、はい、この中に、うん、みんなが気になる、うん、あの事件の真相がなんだ書いてあります、はい、あのなんで、うん、天気予報のお姉さんが泣いてしまったのかうん、2段目まで食べた人だけが知れますくだらねえマジで調べてくださいありがとうございました